こんにちは、柳田理科の1日1科学。花粉症はなっている人とならない人がいます。これはなぜでしょうか？花粉症は目や鼻の粘膜に花粉がくっつくとすぐに発症するというわけではありません。免疫の働きで作られた抗体が一定の数より多くなったところへ花粉が入ってくると初めて発症します。ですから今はまだ花粉症になっていない人も抗体の数がそのレベルに達していないだけで将来はなってしまう可能性があるわけです。ちょうどコップに水を少しずつ溜めていくといっぱいになって初めてこぼれるのに似ています。これは全てのアレルギーに共通の現象なのでアレルギーコップと呼ばれます。その他に人の体質によってなりやすかったりなりにくかったりするのだという説もありますが、詳しいことはまだ分かっていません。今日の一日一科学。花粉症は抗体が一定の数になると発症する。僕はまだ花粉症になっていません。今抗体がどのくらい溜まっているのかを考えるとドキドキします。また明日。